なんとなくカパーチュー袋カッパ園長ですね。さて、じゃあ次ね、こちらで最後のお話なんですけどね、アメリカの方がね、俺も日本に戻りたいよなぁと、嘆いているそうで、これ何かというと、日本にいらっしゃるあるアメリカの人がね、まあ嘆いている、要は日本から見たアメリカの今の様子をね、まあ惨状に映っていると、今のアメリカの惨状をまあ嘆いている、で思わずこういうことをこぼしてしまった、そういう話が大話題になってるんですよね。ちょっと内容見ていきましょうか。今年の11月3日に行われるアメリカ大統領選挙を前に、新型コロナウイルスの爆発的な感染拡大、あとはその警官隊と市民の対立とかね、差別問題、まあ、暴動、まあ、社会の分断など、まあ、他にもいろいろ問題があって、それに揺れるアメリカで、そのような中でこう日本に暮らすお兄さんを持っているとあるアメリカ人女性の投稿が、まあ、かなり大反響で、話題になったと。昨日の夜、現在日本で暮らしている兄と、今アメリカ各地で起きている出来事について話しました。その時彼はこう言ったんです。日本からアメリカという国を眺めていると、まるで社会が崩壊しているかのように見えるんだと。まあ言うまでもなく、あくまでもこれは個人のね、この女性の個人的な見解ですよ。ね、ただ日本在住のアメリカの人を中心に、まあ賛同の声がね、すごい寄せられていると。中でも特にこう目立ったのは、その安定した、アメリカと比べて安定した日本の社会、比べるともうその差をね、痛感せざるを得ないっていう、そういう声が多かったっていうことなんですよね。じゃあちょっと見ていきましょうか。だから俺は日本での暮らしを完璧に気に入っているし、アメリカから戻る気なんてさらさらないんだと。で、次の人が、私は今沖縄で暮らしてるんだけど、日本にいるとやっぱり同じような印象を抱いちゃうよねとか、札幌に引っ越してかれこれ 10年余り、アメリカの政治や社会問題にはうんざりしていた、たまにサンドイッチが恋しくなり帰りたくなかったこともあるけれど、今はもう日本から離れる気は全くないな。で、それに対してどうやって日本に引っ越したの？労働ビザ？カナダの社会もかなりまずいことになってきてるから、僕も日本に引っ越そうかと考えてるんだ。カナダの人がそう言ってるんですね。え？カナダってだってね、世界一安心安全、あれ？なんかのランキングでね、必ずベスト3とか5とかに入ってた国でしたよね。あれ？違ったかな？なんかそんなのあったと思うんですけどね。まあ場所によるのかな。そもそもそのランキングはあまり当てにならないのかな。わかりませんけど。で、さらにそれに対して続けて、引っ越す前に2回日本に行ったことがあって、そのうちの1回は1ヶ月滞在した。その時は観光ビザだったけど、英語を教える仕事について労働ビザに変更。普通はまず仕事を決めるべきなんだけど、とにかく札幌に住みたかったんだ。君の幸運祈ってるよ。へえ。日本の中でも札幌がいいんですね。うん。まあカナダの人にとってはカナダ寒いし、北海道も寒いし、ん？ちょっと微妙に違うか。で、次の人、今の混乱は左派マルクス主義者が求めてるものだ。一度この国を破壊して灰の中から再建しようとしてるんだよ。で、それに対して灰にしちゃったらそれこそ終わりだと思うんだけどなとか、私は今のアメリカの状況が本当に怖いし悲しい、アメリカの人にもそう映るんでしょうね。俺も前日本で暮らしてたけど本当に平和な国だった。日本に戻りたい理由はたくさんあるけど治安の良さはそのうちの一つだね。で、次の人が、今アメリカで起きてることはローマ帝国の崩壊の時と同じだよ。なんか前もそんな意見見たな。で、次の人、そんな風に感じるんだ。でも日本も他人事じゃないからね。あと15年以内にガンダム市民戦争を勃発するんだから。なんかアニメ見すぎかなこの人。たまにいますよね、なんかそういう人ね。で、次の人、日本にいる親戚に会うため妻が日本に行ってるんだが、彼女もあなたのお兄さんと同じことを口にしてたよ。で、でも日本のメディアはアメリカの悪いニュースを大げさに伝えることが多い。アメリカのカオス的な状況を見せることで日本の治安の良さや安定感を強調したいのかな。残念ながら日本のメディアはね、日本国民のためになる情報をどこも流してないんで。で、このデンマークの、デンマーク人の僕から見てもそうだよ。昔はいつかアメリカに行って住みたいと思ってたけど、今となってはそんなことはとても考えられない。なんか全ての人がお互いを憎んでるように見えるんだ。見えますね。一部だと思いたいですけど。僕も今日本で暮らしてるけど、こっちにいるとやっぱり同じような考え持つよね、とか。
アメリカを破壊してこの国の言論の自由を奪おうとしているこっちの左派たちに日本が反撃してくれないかな。アニメや漫画の自由も奪われかねないんだから、とにかく日本には強くあってほしい。で、次の人が、その通り、自分は長年沖縄で暮らしてたけど、今のメリーランドの暮らしはいろんな意味で、左遷みたいなもんだよ。日本には立ち寄ると危険な地域なんてないし、家族を連れてどこにでも行けるからね。まあ、ほぼほぼそうかな。で、それに対して、そして絶対沖縄の方がレーシストも少ない。まあ、アメリカの人にと、どうだったっけ？そうでしたっけ？で、次の人が、完全に反乱だよねって言っても実際に活動してるのは全人口の 5% くらいだが。で、今度カナダの人、心配するのはカナダも君たちと一緒に落ちていくから。で、それに対して、いや逆に心配になるようなこと言わないでくれたまえ。で、次の人が、俺たちは日本に移住するしかないな。こういう話を聞くと本当にそう思う。移住か。で、それに対して、最終的にアメリカの悪い部分を日本に持ち込むことになるじゃないか。そしたら偉大な国を破壊することになるぞ。で、さらに続けて、日本の移民政策は厳しいよ。グッドラック。で、次の人、俺も完全に同意見だ。日本からアメリカを見ると社会が崩壊しているかのように思える。で、次の人も、まあ中から見ても崩壊しているように感じるくらいだから余計ね。で、もともとアメリカ社会は壊れてたんじゃないの？その傾向が最近になって顕著に現れてきただけで、ますます加速しているだけだよ、とか、トランプさんが選ばれた時点で分かってたことじゃん、わら、とか、お兄さんが政治にすごく興味がある人だからとかじゃなくて、一般の日本人も同じように考えてるのかな、とか、都市部はカオスだろうけど、田舎はいつも通り落ち着いてるよ。で、次の人が、あなたのお兄さんは日本にいた方が間違いなく安全だよ。日本はワンダフルな国。俺も日本に戻りたいよ。とか、実際にアメリカの状況はそんなに悪いのかな。それとも大統領選の年に現職の政治家を引きずり下ろすために、活動家やメディアが異常な事態を煽っているだけなのか。それを見分けるのが難しいな。で、それに対して、よく言った、トランプ大統領を追い出すためだけの動きだったとしても、今では完全にコントロール不能になってきてるよね。俺もお金があれば国払われるんだけどな。で、すべての帝国が経験した最後の日々を見ているみたいだ。この状況は本当に恐ろしいよ。で、僕も日本在住で彼と同じように感じている。どうしてもわざわざ安全な日本から離れたいと誰が思うかな。日本では国民が正しく秩序ある社会を強く求めてるんだ。そういった彼らの意識には本当に驚かざるを得ないよ。と、まあまだ続くんですけどね。この辺にしときましょうか。まあアメリカ合衆国っていうぐらいですから、いろんな国地域からいろんな人が来てますんで、文字通りいろんな勢力が入り込んで工作してるんだろうなとは思いますけどもね。とりあえずなんかコロナパーティー開催してた人がね、亡くなったとかそういうニュース見ると、もうちょっと落ち着いてね、行動してほしいですよね。このままじゃさすがにやばいと思いますよ。アメリカのニュースを大げさに伝えてるって言ってましたけど、アメリカのニュースに関してはあえて日本人に大げさに伝える意味はないと思うんで、ほぼほぼ事実そのままだと思いますけどもね。あと治安の話をしてる人もいましたけどね、アメリカだって基本まだガン社会じゃないですか、銃ね。で、それがあるアメリカと、ない日本とじゃなんか協調も何もないと思いますけどもね。雲泥の差があるでしょ。まあ日本はまずコロナ、まあアメリカはそのコロナとデモというか、まあ暴動ですかね。お互いに早く落ち着く日が来るといいですよね。さて、じゃあ宿題の確認がまだでしたかね。帰国して日本が好きだと、感じた出来事ですかね。やっぱり日本がいいなと感じたその瞬間についてですよね。今日もね、たくさんの人に、お答えいただきましてありがとうございました。じゃあ行きましょう。解体や金じいさん、トイレです。日本のトイレは素晴らしい。次がケロヨンクラブハウスさん、大学2年からアメリカで、まああまり真面目な学生じゃなくバイト三昧。やっぱ日本語で考えて英語に話している英語に訳し話しているようじゃ気持ちが伝わらないし入らない。やっぱ日本人は日本、非いずる国守らなきゃ。なるほど。路地裏の中年さん、お隣の国にしか行ったことがないので、薄暗い空、ロッテワールド、カジノ、焼肉、日本でいいわと思いました。なるほど。猫先生さん、海外のラーメン屋行って食べて日本に帰ってラーメン屋に行って食べた時、
はあ、ウリ坊さん、30年ほど前だけど美容院に行った時、ニューヨークの、1、受付した人、シャンプーした人、カットした人、パーマ手伝った人、次々とチップを出すことになるから日本の料金の倍ほどになった覚えがあります。それぞれにチップ渡すのだる。まあ向こうからしたらこれ当たり前なのかな。へえ、それはなんか面倒ですね。もったいないっていうのも面倒ですよ。うん。で、2、信用を受けない自販機だらけだった。街中にはなくてホテル内とかにあった自販機を使おうと思ったらあまりに原始的なので驚いた。しかも商品出てこなかったし。で、よくあのゲーム中に出てくるあのくるくるくるって回ってカタンって落ちて途中で引っかかっちゃうようなああいうやつのことかな。よくほらアメリカ映画とかドラマとかでガーンとかぶん殴ってガサガサガサって落として勝手に食べちゃうやつでしょ。で、3番が具の多いのがサービスと思っていたらしく、デリでツナサンド頼んだらてんこ盛りにされて味が濃くてほじくり出してから食べた。なるほどね。トドさん、レディーファーストの国でびっくりされた。扉を開けて、自分が男が先に通過し、その後奥様が通った。後ろにいたアメリカ人に目ひんむいた顔されたのが衝撃的だった。自分は先導して安全を確認する意味で先に通るが、先に女性を通すのが常識のようで口までアングリされました。日本ではどちらもありだと思いますが、多様性を認めてくれる日本人でよかった。余談ですが、道路を歩くときは車道側をちゃんと歩きますよ。枕龍之介さん、蛇口をひねれば透明で飲める水が出てくること。海外に行ったら生水は飲んでいけないということは分かっていたんですが、初めて海外旅行に行ってホテルで蛇口ひねって出てきた水の色に驚きました。ロンドンでは緑色のお湯がバスタブを満たし、入浴剤を使った風呂に入っているような気分になりました。モスクワでは茶色のお湯に入浴し、友人はディナーに出たスモモジュースのに色も香りも似ていると騒いでましたが、さすがに味見はしなかったようです。その友人もレニングラードの麦茶を煮詰めたようなお湯にげんなりした様子で黙ってシャワーを浴びてました。こうした中で飲料水は当然市販されているミネラルということになりますが、自分が旅行した旧ソビエトの自販機はお金をけちるとただの炭酸水が出てきて、これがまずすぎる。まともにお金を払えばこれにオレンジの味がついてファンタオレンジそっくりになるんですが、オレンジ抜きのファンタオレンジなんてごめんこうむるでした。こうした旅先の不自由ももちろんいい思い出ですが、蛇口をひねれば透明で飲める水が出てくる日本のことをつくづくありがたいなと思いますと。なるほどね。桜パパさん、わびさびのわびを感じる瞬間。わびさびのわびで武士道を書かれた二戸稲造さんの解説書の中に、サビとは個人の中にあるネガティブな孤独感で、誰もいない中一人でいるとき寂しいと感じる感覚は世界中どの民族も同じですが、日本のサビには誰もいなくて寂しいときでも神または仏、あるいはご先祖様が身近にいるという感覚を見出す力を持っているとのことでした。わびとは物または現象が儚く感じる感覚で、仏教の諸行無常とほぼ同じですが、仏教国は数あれどわびを感じる感覚を肌で感じることができるのは日本とわずかな民族だけだそうです。具体的には去年は海外で年末年始を迎え、去年は日本で年末年始を迎えたとします。前年は海外で3、2、1、ハッピーニューイヤー、キャホーとカウントダウンで新年を迎え、外では打ち上げ花火、中ではクラッカーで大騒ぎのパーティーでした。明るく愉快なのはいいんですが、日本らしくない。最近では渋谷などで同じようにバカ騒ぎしてますがと思います。日本に帰ってきた今年は年越しそばを食べて、行く年来る年が始まる頃、家族連れで歩いて20分くらいの神社に初詣、深々と静かな暗闇を歩いていると遠くからゴーンと寺の鐘の音、これです。わびしい、この感覚が分かりますか。上野公園で酒飲みながら桜の花見、わびしさが乏しい。人の少ない桜がある公園で桜が散る瞬間を見る、わびしい。私の言いたいことが分かりますか。皆さんもわびしさを感じてもらうため、園長先生一つお願いがあるんですが、実践してもらえないでしょうか。それは3秒ほど無言の後にパフパフと2回鳴らしてもらいたいんです。断ると断ってもらっても OK です。私の説明で分かる方は分かるでしょうから、もし実践してもらえるなら実践した後に次を読んでください。パフパフの後ね、わびしいでしょう。無音の静けさの中にパフパフ、本当にわびしいですよね。
園長先生悲しいでしょうか。どうもありがとうございました。ということらしいです。さて次アロハさん、ほとんどの分野で、比較論で日本は優れている、恵まれていると思います。その中では水回りが一番大事で安心できます。仕事で行ってもプライベートで行ってもホテルであろうが会社であろうが、ましてやレストランではまず最初に確認するのはトイレ、トイレがまともかどうか、綺麗かどうかが一番大事。そうでない場合はリラックスして過ごすことはできません。何回もえらい目に遭っているからだそうです。泉さん、学生時代1ヶ月ワシントン州にあるタコマというところにある学校に短期留学で行ったことがあります。平日は学校の寮に泊まり、週末はホストファミリーの家にそれぞれ2人ずつホームステイさせてもらいました。私がお世話になったお宅はその町から橋を渡ったフォックスアイランドという島でゲストハウスを営んでいるお家でした。なので私と一緒にホームステイした友達は庭のキャンピングカーで寝泊まりしました。タコマはとても静かな環境のいいとこだったんですが、私が辛かったのは寮の食堂のメニューにお米が出なかったこと。お米好きな私には本当に辛い日々でした。特に朝食のメニューに今、時の芸人さんのネタじゃないですけどコーンフレークが出てくる日は朝からブルーでした。味も日本のものとは全然違って朝の寝ぼけた状態でもごまかせないものでした。学校の近くのスーパーでカップラー買ったんですが、これもまた日本のものとは違いました。日本の味が恋しく母に頼んでせんべいやカップラーメンを送ってもらいました。母が送ってくれたごませんべいは本当に美味しかったです。ホームステイ最後の夜、今までのお礼をするため日本から持ち込んだカレー粉を使ってカレーライスを作りました。するとそこの奥さんがお米を買っておいてくれてご飯を炊いてくれました。すごく嬉しかったんですが、水の量を間違えたみたいで炊き上がったご飯は途方な感じでしたが、その気持ちがとても嬉しかったです。でその日の夜だけはおしゃれなゲストルームに泊めてもらいました。たった一月のお付き合いでしたが、アメリカのダディマミーっていう感じでとてもいい時間を過ごさせていただきました。日本に帰ってきてから毎年クリスマスになると手紙と写真とプレゼントを送ってきてくれました。何年か経った後、日本にも遊びに来てくれて、浅草を案内したりうちにまで遊びに来てくれて、とてもいい思い出になっています。やはり食べ物は日本のものが最高だなと思います。そうですね、立花さん、夜買い物に出かけたら学生割引と言われたことです。40過ぎてるわと心の中で叫びました。ごめん、わかりません。シンさん、旅行で立ち寄ったロンドン、当時ピカデリーサーカスで宿も取り、いろいろと観光しましたが、いざ食事の段となり食べ物屋さんを物色しました。その時目に飛び込んできたのはジャパンセンターというお店。ここでは日本定番の定食メニューや週刊誌、週刊漫画なども売ってました。現地の食事より唐揚げ定食がいいと思った瞬間、やっぱり日本が好きだと思いました。実際唐揚げ定食は美味しかったですと。豚のブースさん、ウォシュレット、海外では日本ほど普及してませんからとても困ります。アドマニさん、30年ほど前バブル真っ盛りの頃、当時勤めていた会社では毎年海外旅行がありました。大概東南アジア方面が多く、高級腕時計はつけていくな、手首ごと持ってかれると言われてました。今はどうか分かりませんが、やはり日本って治安がいいだなとつくづく感じました。プリシラスさん、使いたい量の適温の水またはお湯が出てきてくれる水道と温かいお風呂。今まで行った場所は大抵水にシビアで、シャワーは10分ねはまだいい方で、午前中3時間しか水が出てくれない水道、シャワーという場所もありました。出てくるのも冷たい水のみ。水が出るだけありがたく、ある時は1週間ほど全く水が蛇口から出てこなくて、溜めた水で皿洗ったりトイレの水流したり、水洗のトイレはここには絶対に向かないと思ってました。シャワーもお湯が出てきてくれる方のはラッキーで、大抵はぬるめの水でした。怖かったのはシャワーのヘッドの真上に電気のブレーカーがある家に住んでいた時です。いつ感電してもおかしくないよね、と思いつつシャワーを浴びてました。時々バチバチって音がする時があって怖かったです。日本の水回りは最高ですと。めぐみこさん、やはり治安です。パリでの出来事ですが、到着した日早めの夕食をとお目当てのルーム
あ、ムール街か。ムール街のお店に行き、席はテラス席。で、仲間7人テーブル合わせて座りました。みんな疲れもあり、ムール街たらふく食べ、ビールも適度にいただき、くつろいでました。そこへ、まだ若いというか子供だったと思います。男の子が私たちのテーブルの周りをうろうろ、テーブルの上に置かれていたスマホを取ろうとさっさっと体を入れ、手が出てきたので、すかさずその手を払いのけて間一髪未遂に終わりましたが、びっくりです。時差ボケと、ね、適度な用意、満腹でぼーっとしてたその隙だったんですが、取られずに済みました。ここは日本ではない外国だったと、酔いも眠気もすっ飛びました。旅の始まりの出来事でした。なるほどね。で、マロママさん。海外に行くときは自分の好きな国に行くので、日本と比べても比べなくても好きなので不満はありません。ただあるとすれば、海外へ行くと必ず便秘になります。朝からバイキングで野菜たくさん食べても水分とっても全然ダメで、すごく歩く、し便秘になるはずがないのに、一度4日ほどなくて困っていたところ、朝食のレストランでオリーブ油とバルサミコがあったので、たっぷりかけて野菜を食べたら、なんとその日はバスに乗って移動する日で、3時間トイレを我慢しなくてはならず死の思いをしました。バスのトイレを貸してほしいと添乗員さんに頼んだら、このバスのトイレは小さいので使えません、飾りですって貸していただけませんでした。日本の高速バスなどはちゃんとしたトイレついてますけど、まだまだ外国ではトイレ事情は悪いですね。やっとドライブインのトイレ利用して事なきを得ましたが、トイレに行く前に小銭をいろいろ用意して手に握りしめて走りました。トイレはその場所により金額が違います。あの時は本当に辛かった。やはり日本が一番だなって思った瞬間でした。以上、たくさんの方にね、お答えいただきまして本当にありがとうございました。さて、じゃあ、宿題の方ですか。何しましょうかね。今日何見ましたっけ。パンで挟んでとか、なんだろう、日本のパン屋さんの話か。そういうことだったのかっていう、まあ、なんだろう、うがいのマシンか。あとは、なんかそれぞれの観光地の写真を見て感動してる。そんな感じですよね。あと、バイク、スーパーカブの話と、まあ日本に戻りたいみたいな。なるほどね。何がいいかな。せっかくパンの話がね、二つ話だったんで、あなたがよくやる、パンの食べ方。別に食パンに限らなくていいです。何でもいいですけど。でもこれ実は同じようにそういう食べ方してる人ってちょっと少ないんじゃないかなみたいな。だから変なというか変わったというか、まああなたのオリジナルでも何でもいいんですけどね、あなたのこのパンの食べ方、美味しい食べ方にしときましょうか、一応ね、あなたがお気に入りのパンの食べ方、まあできればね、なんかそう、あなた以外の人が聞いたら、え、何それ、聞いたことないんだけどっていう方が面白いですよね。なかなかないか。どうでしょうね、女性の方がパン食べる人多そうな勝手な想像ですけど。あー、でもなんかパン食べたいな。買いに行くのもだるいしな。大変ですね。ということでね、あなたのお気に入り、おすすめの、ね、あるいは変わった、ね、さすがにこんな食べ方してる人いないだろう、みたいな。なんでもいいんですけどね。あなたのお気に入りのパンの食べ方、ね、それにしましょうか、宿題ね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、明日。